どうもドルテルミン新井です。今日は日露戦争を解説していきます。日露戦争とは1904年から1905年にかけて行われた日本とロシア帝国との間で行われた戦争です。このチャンネルでも紹介した第一次世界大戦より少し前に私たちの日本が大きく関わった戦争です。そんな日露戦争はどうして起こってしまったのでしょうか。見ていきます。皆さんご存知の通り、現在でもロシアというのはとても大きい国です。その元となる国であるロシア帝国は19世紀後半の西洋の国々の中で飛び抜けて大きな領土を持っていました。西は現在のポーランドのあたりが、東はユーラシア大陸の東端まで領地としていた大帝国です。ですがこの当時、世界最強国といえばイギリスでした。イギリスはロシアに比べたらとても小さい国です。それでもイギリスが強大な力を持っていたのは、船を使って世界中の植民地と貿易をしていたからです。植民地からの生産物は安く買えただけ、逆に本国の生産物を不当に高く植民地に売りつけることでボロ儲けしていたのです。植民地は貿易統制されており、イギリスと売買するしかないので、どんなに不当な値段であったとしてもやり取りするしかなかったのですね。じゃあロシアもそうすればいいじゃないかと思うかもしれませんが、ロシアはそれができないのです。ロシアというのはとにかく寒いのです。そのため港が満足に使えないのです。北海道の流氷のイメージです。あのような流氷が一年中押し寄せてくるような港しかロシアにはないのです。そんな港では満足に船を発着できません。だからロシアは流氷が来なくて一年中使える港、一年中凍らない港、いわゆる不凍港が欲しくて欲しくて仕方がなかったのです。そのためには北の大地に引きこもっていては埒が明きません。当然暖かい南へと領土を伸ばそうとするわけです。これをロシアの南下政策と言います。ロシアが進出したい南側には2つの帝国がありました。1つは現在のトルコを中心としたオスマン帝国、もう1つは現在の中国の前身となる清です。ロシアはオスマン帝国に対して圧力をかけて、地中海にあるオスマン帝国保有の不凍港を確保しようと動き出します。しかしこれをよく思わない国がいました。それがイギリスです。当時のオスマン帝国の領土は地中海とインド洋を結ぶスエズ運河を含んでいました。この運河はイギリスにとって生命線となるほど重要な運河だったのです。スエズ運河はイギリス最大の植民地であるインドとイギリス本国を結ぶ運河なのです。ここを塞がれるとインドへの航路が断たれて植民地貿易ができなくなります。そのためイギリスはロシアの南下に対してとにかく反発します。ロシアの南下政策に脅かされていたオスマン帝国と同盟を組んでロシアと戦いました。強国イギリスがバックについたことでオスマン帝国も奮闘します。結局オスマン帝国を倒して南下するルートはイギリスの邪魔によってうまくいきませんでした。一方で清に対するロシアの進出は順調でした。武力で脅したり、時にはロシア人を送り込んでロシア人の町を作らせ、既成事実を作ったりしながら、いくつかの条約を結んだ末に朝鮮半島の根元にウラジオストクというロシアの港を作ることに成功します。その後もロシアの南下政策は続くのですが、大きな転機がやってきます。日本が清との戦争である日清戦争に勝利したのです。戦争に勝利した日本は負けた清に対して日本が有利になるような条件をたくさん押し付けました。日本は戦前は清の属国に近い立場にあった朝鮮という国を独立させ、日本の影響力が及びやすい状況を作り出します。さらには朝鮮半島の根元、西側のリャオトン半島を獲得してしまいます。ロシアはこれに焦ります。これから南下していこうと思っていたところを日本に取られてしまったわけです。そこでロシアはドイツ、フランスとともにリャオトン半島を清に返すように日本に求めます。これを三国干渉と言います。この頃の日本はまだまだ小さな島国です。西洋の大国が一丸となってしてきた要求に対抗する力はなく、三国干渉を受け入れてリャオトン半島を清に返してしまいます。ですが逆に言えば清はその小さな島国日本に戦争で負けたわけです。ロシアを含めた西洋諸国は清は領土は大きいけれど弱い国であるということに気づきました。
すると西洋諸国は次々と清に領土を渡すよう要求を突きつけ始めます。清は武力で反発しますが、西洋諸国の敵ではなく清に対しての圧力をどんどん高めていきました。イギリスやフランスといったヨーロッパの強国たちも沿岸部を中心に次々と清の領土を占領していきます。この時ロシアは以前日本に手放させたリャオトン半島を占領し、朝鮮半島の根元を占領下に置いたのでした。こうなると日本は黙っていられません。本来日清戦争での戦利品であった清の領土を脅されて清に返した後に脅した本人たちで分け合っているのです。一方でこのロシアの動きに対して日本同様に危機感を募らせる国がありました。それがイギリスです。当然イギリスもロシアと同じく清の領土に進出しようとしていました。それに加えてこの頃のロシアは中央アジアでも領土をかなり広げており、イギリス最大の植民地インドに迫りつつあったのです。オスマン帝国方面、インド方面、清方面の3方で戦うのはさすがの強国イギリスといえども無理があります。そこでイギリスは清方面のロシア対策に日本を組み込もうとします。こうして日本は以前からロシアと対立していたイギリスとの同盟、日英同盟を結び、イギリスからの支援を受けて1904年2月日露戦争へと突入します。さて皆さんは一口に戦争と言われるとどんなイメージを持ちますか？銃を持った兵士が戦車と共に突撃するといういわゆる陸軍を思い浮かべる方が多いと思います。ですが日露戦争で注目すべきなのは軍艦を操って船同士で戦う海軍なのです。ロシアってすごい広い大陸を持ってるんじゃないの、だから陸軍が戦ったんじゃないのと思われるかもしれませんが、その考えも決して間違ってはいません。この戦争は戦術の通りリャオトン半島や朝鮮半島に拡大してきたロシアの南下政策を止め、日清戦争での戦利品、つまり清の領土を取り返すのが目的です。実際陸での戦いはリャオトン半島を中心に起きています。ですがリャオトン半島で戦う兵士たちはもちろん日本から海を渡って出撃します。そしてその兵士たちは人間ですから、もちろん食料を必要とします。 4,5 日分くらいなら自分の分を自分で持っていけるでしょうが、戦争は当然 4,5 日では終わりません。それに戦争を続けるともちろん銃や大砲の弾が減っていきます。これを本拠地である日本から海を渡って大陸まで運ばなければならないのです。当時はまだ飛行機はありません。全部船で運ぶことになります。そうなってくると敵であるロシアからすると、兵士や食料が乗った船が大陸に着く前に先に潰しておこうとなるのは自然な流れです。つまりリャオトン半島で戦う陸軍の裏で海軍はロシアの軍艦と熾烈な海上戦を繰り広げていたのです。日本としては向かってくるロシア艦隊を殲滅させるためにロシアの海軍の拠点を先に攻撃しようとします。ロシアが主に拠点としていた港は2つあります。1つはリャオトン半島の先にある旅順港、もう1つは先ほど出てきたウラジオストクです。まず日本海軍は旅順港を攻撃します。軍艦で砲撃したり、古い軍艦で港の入り口を塞ごうとしたりといろいろしたのですが、どれもあまりうまくいきませんでした。旅順港は周りは山で囲まれており、山の上に砲台が設置されていました。そこからいくらでも大砲を撃つことができたので、日本の軍艦は十分に近づいて攻め込むのが難しかったのです。そこで日本軍は海からではなく、今度は陸からこの旅順港を攻撃しようという戦略に切り替えました。この陸軍の攻撃の指揮を取ったのは、乃木マレスケという人物です。旅順港の周りには、当時最新兵器だった機関銃、いわゆるマシンガンが設置されており、非常に危険な場所でした。機関銃は1分間に何百発も弾を撃てるわけですから、突っ込んでくる敵なんて怖くないわけです。何十人こよが機関銃を持っている人一人で一掃できます。そんな危険地帯にもかかわらず、乃木は半年近くもこの旅順要塞を攻め続けます。機関銃が設置された陣地に突撃を繰り返すわけですから、とにかくたくさんの兵士が死にます。ですが乃木は諦めません。次から次へと戦力を投入し、最終的に1万5000人という膨大な犠牲を出しながらも旅順を攻略しました。こうなればもう港の中の軍艦も怖くありません。今まで苦しめられていた旅順港周りの砲台を今度は日本側が使い、旅順港にいたロシアの軍艦を殲滅させました。一方で
もう一つのロシア海軍の重要拠点ウラジオストクですが、旅順と違ってこちらの戦況は大変厳しいものでした。日本海軍が旅順にかかりきりになっている間に、日本の周りを走り回って民間船をどんどん沈めたり捕まえたりと大暴れしていました。日本は島国ですから、船が安心して航海できないと軍艦だけではなく国民にも非常に大きな影響が出ます。この時はまだ旅順は占領できていないので、ウラジオストクに全戦力を回すことはできません。しかしそれでも民間人もたくさんいる日本本国の周りを敵軍艦がうろうろしているのを無視するわけにはいきません。そのため旅順の艦隊を2つに分けて、片方をウラジオストクへと差し向けます。結果この作戦が功を奏し、なんとかウラジオストクのロシア軍艦を機能停止に追い込むことができました。旅順、ウラジオストクと2つの港のロシア軍艦を排除した日本は、戦場に近い海を全て自由に航行することができるようになりました。一方で八尾島半島で戦う陸軍も勝ちを重ねていました。海でも陸でも戦争は日本有利に進んでいたんですね。しかしロシアは戦争をやめようとはしません。実はこの時ロシアは一発逆転の策を練っていたのです。ヨーロッパにあったロシア海軍の艦隊バルチック艦隊をウラジオストクまで持ってくるという作戦でした。このバルチック艦隊は今まで戦っていた日本近海のロシア艦隊とほぼ同等の兵力を持っていました。つまりバルチック艦隊が日本海にたどり着けば、文字通り倍増した戦力で日本海軍を殲滅できると考えたわけです。はじめにも言った通り、日露戦争は日本にとってはまず、海で勝たなければ陸に物資も兵隊も届けられず、まともに戦うことはできません。旅順港はなんとか日本のものにしましたが、ウラジオストクの方は艦隊は沈めたものの港としては健在です。ここにもう一度ロシアの軍艦が入るようなことがあれば、また日本の民間船が危険にさらされたり、前線の陸軍に食料や弾を届けられなくなってしまいます。当時日本海軍を指揮していた人物は東郷平八郎という人物でした。東郷平八郎が立てた作戦は、ウラジオストクにバルチック艦隊が到達する前に全て沈めてしまうというものでした。口で言うと簡単そうですが、実際はそう簡単にはいきません。どう進むのかわからない敵の航路を予測して、その上で敵が逃げられない狭い場所に追い詰めて、全戦力を集めて待ち伏せしないといけないわけです。ですが敵のバルチック艦隊にも付け入る隙はあります。バルチック艦隊はめちゃくちゃ長い距離を経て到着するという点です。ヨーロッパから日本近海までやってくるので、およそ地球を半周するような航海をしてくるわけです。船旅というのは過酷なので、どこかで乗っている兵士たちを休ませる必要があります。しかし航海の途中にあるのは南アフリカ、インドといったイギリスの植民地ばかりです。イギリスは参戦こそしていませんが、日本の同盟国です。当然敵地で休息はできません。疲弊するのは船員だけでなく戦艦も同様です。燃料の補給ができないのです。つまりバルチック艦隊が日本近海に来る頃には、船員たちは疲労困憊、燃料も不足気味という満身創痍だったのです。このバルチック艦隊の隙を東郷平八郎は見逃しませんでした。バルチック艦隊は危険を冒してでも最短距離を突破してくると読みます。そしてウラジオストクへの最短距離となる対馬から日本海に抜けるルートにほとんどの戦艦を配置しました。もしバルチック艦隊が対馬ではなく津軽海峡や北海道を回りするルートを選べば、そのまま通過させてしまうという危険な賭けをしたのです。この非常に危険な賭けに東郷平八郎は勝利しました。バルチック艦隊は予想通り対馬海峡を抜けて日本海を目指して進撃してきたのです。それを待ち受けるのは万全の状態で待ち構える日本の艦隊です。この2つの艦隊の衝突こそが戦争の勝敗を決定づけた日露戦争最後の戦いとなる日本海海戦です。日本海海戦は世界全体を見ても稀に見る大艦隊同士の海戦です。しかしその結果は一方的なものでした。満身創痍のバルチック艦隊と本拠地のすぐそばで万全の状態で待ち構えていた日本艦隊とでは勝負になりませんでした。結果的に東郷を率いる日本艦隊はバルチック艦隊をほとんど沈めることに成功します。命からがらウラジオストクに逃げ込んだバルチック艦隊はわずか3隻、一方で日本側はほぼ無傷という日本の歴史的な勝利に終わります。そしてこの日本海海戦の後、日露戦争は終結へと動き始めます。
ロシアからすれば陸では負けが続いており、一発逆転を狙ったバルチック艦隊での作戦も返り討ちにあって軍はほぼ崩壊していました。それに加えてロシアはこの戦争で国内に重税を課すことで戦費を確保していました。その不満が爆発しかけていたのです。国民からたくさん税金を取って戦争をして、それで小さな島国日本に大敗を喫したとなれば国民が怒るのも当然です。各地で民間人による反乱が起きて、もはや戦争どころではなくなってきていました。対する日本はというと、陸でも海でも勝つに分かっていましたが、ボロボロの状態でした。ロシアという巨大国相手に小さな国土から海を渡って攻め込んでいたので当然です。食料や弾薬も足りず、戦闘でもたくさんの兵士が死んでいます。日本はこの戦争で兵士だけ見ても100万人を動員して8万人以上の犠牲者が出ています。普通の会社からも役所からも容赦なく人が駆り出されて戦地に行って戦ってきたわけです。すると国内の人不足は深刻です。そういう面でも日本としてももうこれ以上戦うのは不可能だったのです。そんなわけで日本とロシアは戦争を終わらせるためにアメリカに仲介を頼んで講和条約を結びます。この条約は中立を保つため戦争に参加していないアメリカの都市で結ばれ、その都市の名前からポーツマス条約と言います。このポーツマス条約で日本はロシアから領土や朝鮮半島での優越権を勝ち取ります。具体的には樺太の南半分やリャオトン半島などです。しかし先ほども言った通り、日本にはこれ以上戦争を続ける力はありませんでした。ロシアの攻撃をしのぎきり、それを見たロシアが戦意喪失した。対する日本もこれ以上は戦えないとなって条約を結ぶに至ったのです。つまりこの講和条約は日本が完全勝利した上での講和条約ではなかったわけです。いわば決着がつく前にお互い時間切れが来た判定勝ちのような戦争だったわけです。判定勝ちですから、ロシア側も日本に何もかも渡すというようにはなりません。領土は基本的に日本から取ったものですから、いいにしても賠償金、つまりお金だけは元として払わなかったのです。ロシアとしては判定勝ちだし、そもそもの戦争の目的であった領土は返したわけだから十分でしょという態度だったのです。しかし日本の国内、特に新聞やそれを読む民衆はこの結果に納得しません。たくさんの犠牲者を出して戦争のための重税を課せられながらも我慢をしてきた。陸でも海でも勝ちまくっているのに、勝利の報酬として手に入れたのは面積にすれば大したことのない領土だけ。お金は一銭も取れなかった。となっては腹の虫が収まりません。結果として怒りを爆発させた民衆たちは内務大臣官邸などを襲撃する日比谷焼き討ち事件を起こして、一時はこれの収束のために軍隊が投入されるほどにまで問題は拡大しました。こうして戦後のごたごたはありましたが、日露戦争は終結を迎えました。終わりに日露戦争後の両国の動きを軽く見ていきます。日露戦争によって日本、ロシアは、そして世界はどういう動きを見せたのでしょうか。日本は判定勝ちとはいえ、ヨーロッパの大帝国であったロシアに勝利しました。これは今日から見ても史上稀に見るジャイアントキリングです。しかしこの結果は終戦から40年間日本を縛り続けることになります。リャオトン半島を手に入れて大陸進出の足がかりを得た日本は、これ以降朝鮮、満州と次々と領土を拡大していき、最終的にはアメリカやイギリスと衝突することになります。また多くの犠牲を出しながらも機関銃を設置した陣地を陥落させたこと、日本近海まで引き込んだ敵の大艦隊を撃破することで戦争を終結へと導いたこと、これらの事実は結果から見ると日本の軍隊を調子に乗らせた効果をもたらしてしまったのでした。このイケイケムードが太平洋戦争での大きな敗戦へとつながってしまったのです。太平洋戦争については別の動画で詳しく紹介しておりますので、よろしければ概要欄からご覧ください。一方のロシアは先ほども言った通り、国民に重税を課しながらこの戦争を戦っていました。日本とは違い、ロシアはこれ以前にもヨーロッパで絶え間なく戦争をしています。国民の不満はもう爆発寸前だったわけです。日露戦争はロシア国民の不満の爆発の最後の一押しをしてしまったのです。日露戦争以降、ロシアでは帝国のトップである皇帝を倒そうという動きが強まります。結果、日露戦争終結から10年ほどでロシア帝国は崩壊を迎えることになるのです。今日は日露戦争解説しました。あなたはもし日露戦争で日本が負けていたら世界はどうなっていたと思いますか？コメント欄で教えてください。
ではまた。